みんな来週から鬼キス来るってニュースはすでに公式ツイッターとかから仕入れてると思うけど、まあ嬉しいニュースだな。だけど本当に手放しで喜べるのか。まだ解決してねえ大きな問題がある。 2K モバイルシーズン2からできたカード所有数500枚制限問題だ。みんなこれについて真剣に考えないといけない。運営はどういうつもりでこんなクソ仕様を追加したのか。シーズン2には確かなかった。みんな鬼キス追加に喜ぶ前にこの問題について真剣に考えないといけない。まだいいだろう。でも今度鬼キス、そしてダイヤ、さらにはピンクダイヤと選手カードがどんどん追加されるたびに、この500枚制限が今後大きな問題になってくるはずだ。せっかく育てた選手も捨てなきゃならなくなるかもしれない。こんなクソ仕様を早く廃止させなければならない。だから NBA ライブモバイルに客持っていかれんだよ。ぜひみんなフィードバックからこのクソ仕様を廃止するよう運営へメールしてくれ。みんなの一票一票が、運営がこのクソ仕様を廃止するかもしれない。ぜひ鬼キスが追加になるこの機会にぜひ動いてほしい。以上だ。ご清聴ありがとう。